定調査での人口は44,443 44人であり、2000年の47,427人から10.0%減少した。郡庁所在地はホイーリング市であり、同郡で人口最大の都市でもある。オハイオ郡はホイーリング大都市圏に属している。オハイオ郡は1776年にバージニア州ウェストーガスタ地区から分離して、 設立された。軍名は西側軍境となっているオハイオ側から取られた。1777年から1797年まで軍庁所在地はウェストリバティにあったが、その後はホイーリングにある。オハイオ軍設立された時の軍域は今よりもかなり大きな1432平方マイルあり、現在はペンシルベニア州のワシントン軍やグリーン軍も含まれていた。 メイソン・ディクソン戦が定義され、ペンシルベニア州とバージニア州の間にあった、境界論争が解決されてから、オハイオ軍はその面積を減らしていった。オハイオ軍は、3人の委員で構成される、軍政委員会が統治している。委員は3つの小選挙区から、それぞれ1人が選ばれ、任期は6年間であり、たま数年ごとに1人が改選されている。委員会は、 毎年議長を汚選している。委員会は、軍管理官を指名し、日々の任務遂行を監督させている。その他に選挙で選ばれる役人として、軍事務官と資産評価官がいる。裁判所では、近くのハンコック軍やブルック軍とともに、ウェストバージニア州の第一司法巡回地区に入っている。ウェストバージニア州では巡回裁判所判事は、 党派選挙で選ばれ、任期は8年間、定数は4人である。巡回裁判所事務官も、党派選挙で選ばれ、任期は6年間である。また、第一司法巡回地区と同じ管区である、ウェストバージニア州第一巡回家庭裁判所の管区に属している。ウェストバージニア州の家庭裁判所判事は2008年から8年任期で、選ばれるようになった。 定数は二人である。治安判事は、党派選挙で選ばれ、任期は四年間である。空席が生じた場合は、それぞれの巡回裁判所判事が代行する。巡回裁判所判事や、家庭裁判所判事とは異なり、弁護士経験がなくても良い。軍内の治安判事定数は四人である。ウェストバージニア州では、各軍の検察官は、党派選挙で選出され、 任期は4年間である。軍保安官は、職権上法律財務官も兼ね、やはり選挙で選ばれ、任期は4年間であるが、再選は2期までしか認められない。ウェストバージニア衆議会上院では、オハヨ軍の大部分が、ハンコック軍、ブルック軍、マーシャル軍ともに、上院第一選挙区に属している。定数は2人であり、 二年ごとに一人が改選される。ウェストバージニア州議会会員では、軍の一部が第二、第三、第四選挙区に属し、残りは第三選挙区に属している。任期は二年間である。アメリカ合衆国議会会員では、ウェストバージニア州第一選挙区に属しており、その中に州北部の軍がほとんど含まれている。上院議員は、 州全体の代表となる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は109平方マイルであり、このうち陸地106平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は2.46%である。軍内最高地点は、ウェストアレクサンダーの南西約1マイルの標高四4 2 0フィートの地点である。オハイオ軍は、 隣接州と同じ名称を持つ軍として国内に4つしかない軍の一つである。他の3つはカリフォルニア州ネバダ軍、オクラホマ州テキサス軍、ペンシルベニア州デラウェア軍イーデマー。現在はスタイフェル美術センター以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。これらはホイーリング市に編入されている軍内の公立学校はすべてオハイオ軍教育学区が管轄し、 高校は9年生から12年生、中学校は6年生から8年生、小学校は幼稚園から5年生を教えている。教育委員会は選挙で選ばれる5人の委員で構成され、他に監督官と副監督官がいる。また現地支配人もいる。ホイーリング・ジャールストン教区が幼稚園から8年生を教える、学校5校と高校1校を運営している。 オハイオ軍出身の政治家として、アメリカ合衆国下院議員9人、同上院議員1人、ウェストバージニア州知事1人、ウェストバージニア州構想裁判所、判事4人、ウェストバージニ、州上院議長2人、同会議長4人を輩出してきた。ありがとうございます。